はい、というわけでどうもこんにちは、そうやです。というわけで今回もですね、中古車シリーズやっていきたいと思います。今回の中古車シリーズで第3回ということで、とりあえず区切りにしようかなと思っております。この時点でリクエストがある分はですね、またおいおい答えていきたいと思いますので、もしこういうジャンルでランキングを作ってもらいたいっていうのがありましたら、コメント欄に書いていただけたらすごく嬉しいです。というわけで、前振りはですね、まあもう3回目なんでよしとしましょう。車が欲しい若者に、ぜひ買ってもらいたい、車で遊びたいけど何を乗ったらいいかわからない、そんな若者たちに送る動画になります。もちろん世の中にいる悪い大人たちに送る動画でもありますので、楽しんで見ていただけたら幸いです。というわけで今回のお題はこちら、50万円以下で楽しめる中古車ランキングトップ10ということで、今回は 1500cc から 2000cc NA 編になります。ランキングはですね、私の主観でもちろんやらせていただきます。異論は認めます。で、今回のランキングはですね、前回ターボ車編で、やったんですけど、今回は NA ということで、特に気になる方結構多いんじゃないでしょうか。やっぱ NA のこのクラスって言ったら燃費はいいし、修理も比較的少なめなんで維持がとってもしやすいクラスになります。ということは若者に一番、おすすめしたいクラスでもありますね。というわけで早速やっていきたいと思います。まず第10位、マツダ RX8 タイプ S になります。RX8 は最後の、ロータリースポーツになります。この搭載されている 13B はですね、なんと急旋回転までモーターのようにストレスなく回る本当に気持ちのいいエンジンです。しかもスポーツカーのシンボルである FR です。それなのになんと4人乗りなんです。しっかりと子供大人乗ることができる後部座席を備えております。観音開きのドアになっておりますね。なんで家族持ちでも問題なく乗れる、ファミリースポーツカーという感じじゃないですかね。RX8 の悪い点といったらやっぱりロータリーエンジンということですね。ロータリーエンジンはですね、正直初心者におすすめできるかできないかっつったらあんまりおすすめはしないんです。その理由がですね、馬力がですね、カタログ値よりかなり低い場合が結構多いです。あと、始動時に暖気が必要になります。プラグがかなり被りやすいです。プラグが被るだけじゃなくてプラグの消費も結構早いです。あとオイル消費も結構早いです。で、極めつけはアペックスシールっていうロータリーエンジンの圧縮を支えている、シールがあるんですけど、これがですね、だいたい8万キロ前後あたりからもう限界を迎えてきて圧縮抜けを起こしてきます。圧縮が抜けるということはエンジンがダメになってくるということです。というわけでボディが行く前に先にエンジンが行ってしまう、そんな車でございます。このエンジンの耐久性さえなんとかなっていれば本当に最高の車なんですけどね。はい、というわけで、第10位は RX8 タイプ S でした。比較的皆さん予想ができた車じゃないでしょうか。言っても結構ランク的には低かったんじゃないかと思います。はい、続いて第9位、三菱 FTO2.0GR になります。まさか FTO が出てくるとは。私 FTO 結構好きなんです。スープラと似てるんですけどね、外観的にはスープラより FTO の方が好きなんですよ。まずいい点としてましては、こちらの三菱 FTO はですね、横置き V6 エンジンです。とにかく音がいいんです。駆動方式は FF なんですけど、 FF らしからぬスポーツクーペですね。このスタイルが本当に好きなんです。かっこいいですよね。このボディのデザイン自体も三菱って結構直線的な箱っていう感じの、スタイルが多かったんですけど、この FTO、 あと兄貴分である GTO に関しては曲線を使ったデザインで本当に、綺麗なスポーツクーペだなという、車でございます。いい点はここまでで、続いて悪い点なんですけど、安いやつはですね、ちょっとエンジンパワーが少ないんです。いわゆるナイベックと、言われているやつですね。この FTO の上のグレードですと、マイベックっていう可変バルブタイミング機構がついてて、馬力が200馬力ほどあるんですけども、こちらの通常のナイベックエンジンはですね、180馬力となっております。言っても十分ですよね。 V6 で180馬力、しかも2リッターですよ。2リッターの V6 ですよ。十分だと思いますけどね。見分け方としましては、赤いやつがマイベックです。で、黒いやつがナイベックです。あと悪い点としてはパーツがですね、供給がちょっと少ないです。ガンガンカスタムするにはちょっと物足りないかもしれないですね。それでも一時期ジムカーナーとかで使われて、結構、競技用パーツとか多いんで、走る分には本当に楽しめる一台じゃないかなと思います。はい、続いて第8位、ホンダインテグラタイプ S になります。こちらはタイプ R も設定されているホンダインテグラ DC5 ですね。まずいい点としましては、タイプ R とボディがほぼ共用になっております。3ドアハッチバックのスポーツクーペです。エンジンは K20A VTEC 搭載の160馬力になります。で、タイプ R のベースなんで、ボディが比較的軽量です。その上3ドアクーペなんで剛性も高いですし、トランクルームもそれなりに広さはありますんで、日常でも比較的扱いやすい車だと思います。で、続いて悪い点なんですけど、タイプ R と
タイプ S は根本的にいろいろ違うんです。まあギア比やったり、そもそも6速じゃなかったり、あとエンジンがもう全然物が違うかったりですね。ただ馬力は少なくてもインテグラタイプ S は本当に走りを楽しむ分には必要十分なスペックなんで、これは結構おすすめできる1台です。はい、続いて第7位、トヨタセリカ 1.8SS2 になります。こちらは最終モデルの ZZT セリカになります。これ私が免許取り立ての時に、結構大学の兄ちゃんとか、そこら辺がですねガルウィングにしたりとか、昔で言ったらスポコンですね、そういういじり方をして結構走ってた車ですね。まずいい点としましては、トヨタらしい綺麗なスポーツクーペです。エンジンが SS2 だと 2ZZGE190 馬力 1.8 リッターの VVTLI エンジン、これがですねインテグラタイプ R とタメを張るんじゃないかって言われてたエンジンですね。この 2ZZ エンジンは結構トヨタの中でも人気なエンジンです。まあ、いわゆるトヨタ版のインテ R って感じですね。でさっきスポコンやってる人が結構いたよって話したんですけど、スタイルから見てわかる通りかっこいいですよね。もう最近出てる新型車を基準にしたデザイン面から見ても本当にかっこいい車だと思います。でパーツがですねとにかく多いんですよ。これ本当にパーツがめちゃくちゃ多いんですよ。で先ほど言ったスポコンとか、まあ、最近だったら JDM ですかね、見せるスタイルに振っていくのもいいですし、スポーツ走行など走りの方にですね振ることも十分できますんで、この車突き詰めれば本当に自分好みの1台を作ることができるいい車だと思います。続いて悪い点をですねあえて挙げるとするならば、サーキットユーザー向けで言うんだったら、このクラスはやっぱホンダ勢が強いんで、セリカで戦うとなると結構苦労するんじゃないかと思います。あとまあこれが一番の欠点なんですけど、まさかの最近また値上がり中なんですよね。私が若い時にかなりいじって走ってた玉が多かったんで、あれから10年以上経ってるとなれば、やっぱりいい玉はもう少なくなってきてるのかもしれないですね。早めに購入した方がいいと思います。はい、続いて第6位、トヨタアルテッツはアルテッツアジータになります。レクサスでは初代 IS になってたやつですね。こちらのいい点としましては、インテリアデザインが本当に素晴らしいですね。私のお気に入りはやっぱメーターパネルです。あの高級時計みたいなメーターが本当に好きです。一回乗ったことあるんですけど、あのメーターにはちょっと心奪われましたね。まあメーターパネルに関してもそうなんですけど、全体的にやっぱり高級感があります。初代 IS としてレクサスに設定されてたぐらいですからね、高級感はバッチリあります。でエンジンがですね、これまたちょっと面白いんですけど、エンジンのバリエーションが直列4気筒の2リッターで、直列6気筒の2リッター、さらには直列6気筒3リッターのエンジン、なんと3種類から選ぶことができるんです。これはすごいですね。すごい面白いですね。しかもそれぞれのエンジンで馬力が全然違って、2リッターの直列6気筒だと160馬力、 MRS とかに積まれてた 3SGE、 こちらのエンジンを搭載しているやつは210馬力、そして直列3リッター、なんと 2JZGE です。こちらはですね230馬力、かなり面白いですねこのパッケージング。悪い点としましては、この車、デザインがちょっとまあこの間説明したレガシーと一緒でちょっと渋めですよね。好みは分かれるかもしれません。このアルテッツァは一応アルテッツァとアルテッツァジータってやつがあるんですけど、アルテッツァジータはワゴンになります。レガシーでいうとこの B4 とツーリングワゴンですね。個人的にはアルテッツァジータがですね今欲しいです。なんかいい出物ありませんかね。はい、というわけで、続いて第5位はこちら、スバルレガシー B4R になります。おやおや、さっきレガシー B4 のこと話しましたけど、まさかここでレガシー、出てきました。まずいい点としましては、この間ターボのランキングでレガシー出てたんですけど、なんで NA にいるのって話なんですが、レガシーはですねターボと NA を選ぶことができます。でこちらはフルタイムの 4WD です。エンジンが NA の場合ですと EJ20190馬力なんですけど、上のグレードになると3リッター水平対向6気筒も選ぶことができます。こちらはですね EZ30 なんと250馬力です。やばいですね。250馬力って言ったら S2000 と一緒ですね。なんで羊の皮をかぶった狼という感じで、おとなしい顔をしておきながら実は中身はやばいっていう、そんな車でございます。まあ悪い点としましてはデザインがですね、まあ、前回言ったんですけどちょっと渋いですよね。若者向けかといえばちょっとうんとは言えない、そんな感じです。まあでもそんなもんで、正直このレガシー B4、レガシーツーリングワゴンあたりはですねターボのランキングと同様、私は結構推している車だったりします。はい、というわけで次は第4位、トヨタ MRS になります。はい、ここに来てようやくですねライトウェイトスポーツがランクインしてきました。はい、まずいい点なんですけども、体重がですね本当に軽いんです。初期型ですとなんと1000キロを切っております。1トン切ったら車検の重量税で安いですからね、これは結構美味しいとこですね。あと軽かったら車の動き自体もすごく軽く感じるんで、運転するのは本当に楽しいと思います。あとこれちょっと特殊な場合なんですけど、エンジンスワップが結構盛んです。例に挙げますと先ほど紹介したセリカの 2ZZ エンジン、ちょっとやばいとこだと VTEC 乗しちゃったり、
いろんな人がいます。そういうエンジンスワップの可能性もあって、結構最近人気になり始めております。で、続いて悪い点なんですけど、まず悪い点はですね、ノーマルエンジンが結構非力なんです。 1ZZ エンジン、140馬力のエンジンになるんですけど、これがですねあんまり評価がよくありません。この車はエンジンさえなんとかなってれば本当に、めちゃめちゃ人気な名車になったんじゃないかなと思っております。あと、まあこれはまあ仕方ないとこなんですけど、オープンカーならではの雨漏れがやっぱりあります。これはもうオープンカーの宿命ですね。そういうのを嫌う方はハードトップを購入した方がいいと思います。もしくはハードトップ付きの中古車流れてますんで、そっちを購入した方がいいですね。はい、続いて第3位、ホンダフィット RS になります。いやー、ホンダの楽しいコンパクトカーといえばホンダフィットですよね。まずいい点としましては、軽い車体に 1.5 リッターの iVTEC エンジンが搭載されております。 iVTEC といってもどっちかといったら街乗りに振ったエンジンなんですけど、ボディの軽さもあってとっても軽快で本当に楽しい車です。積載性もあって家族も乗せることができて、ファミリーカーとしてもかなり優秀です。で、 1.5 リッターエンジンで税金も安く、燃費も走りもすごくいい、とっても優秀な車ですね。まあ、あえて悪い点を、まあ、無理やり挙げるとしたら、楽しいがゆえにいつかステップアップしたくなる欲求が出てしまう車じゃないですかね。さあ、続いて第2位になります、スズキスイフトスポーツになります。あ、ようやく出ましたね、コンパクトスポーツの代表ですね。まずいい点なんですけど、まあ、コンパクトカークラスということでボディが比較的軽量で、しかもこいつはパワーが結構あります。エンジンが高回転まで回るし、エンジン自体もですね、スズキが結構こだわって作ったエンジンで本当に楽しいエンジンです。調べたところですね、エンジンは単増ピストンとか高圧縮化をスズキがやっているらしいですね。さすがスズキという感じですね。このスイフトスポーツに関してはもう歴代全部なんですけど、とにかくパーツが多いんです。変態が多かったんで、スイフトスポーツで、サーキットアタックをしている車両、もしくはショップメーカーかなりいたんで、パーツの開発競争がすごかったんですよね。だからパーツに困ることは絶対ないと思います。個人的には初代が好きなんですけどね、スイフトスポーツと言われてなかった初代スイフトのスポーツ 1.5 リッターのやつが一番好きなんですけど、どうやらあれは黒歴史扱いされているようですね。ちょっと残念な気もしますが、私がさっき言った初代っていうのは、ZC31 からになります。で、続いて悪い点なんですけど、これの悪い点がですね、現行モデルは 1.4 リッターターボなんですけど、それより前の ZC31、ZC32 はですね 1.6 リッター NA なんです。ということはですね、 1.6 リッターなんで当時でも2リッターの税金を払わなければいけなかったんです。で、そこからさらに13年落ちの車両になってくると 2.5 リッターレベルの税金を払わなければいけません。これがですね、ちょっとネックじゃないかなと思います。まあ、この点を許容できる方はぜひスイフトスポーツ、おすすめしたいと思います。さあ、 NA クラスもついに、最後となってしまいました。それでは第1位、マツダロードスターになります。いやー、もうやっぱここで出てくるでしょ、ロードスター。まあ、誰しもが認める世界で愛されるピュアスポーツカーですね。足掛け30年くらいでしたっけ、モデルが途中で耐えることなく世界で愛され続けている本当の、ピュアオープンスポーツカーになります。まあ、これのいい点はですね、まあ、皆さんご存知かと思うんですが、軽い軽量ボディに FR のレイアウト、パーツが本当に山ほどあります。エンジン自体は尖った特徴っていうのはあまりないんですけど、マツダがもう好き勝手してくださいよっていう感じで楽しい車を提供しましたっていう姿がロードスターっていう風に私は捉えております。なんでパーツが豊富なんで、カスタムとか、まあ、もしくは自分の好きな状態で綺麗に乗ってやる、オンリーワンな車を作ることができますね。しかも最近マツダさんがパーツの供給復活させてきてるんですよね。これすごいですよね。メーカーがやってくれるのは本当に心強いです。まあ、中でもですね、個人的に好きなのは NA、あたりなんですけど、このランキングとしておすすめするんだったら NB 型がおすすめです。 NB 型はですね、結構玉数が多くて、しかも値段がかなり安いんで本当におすすめです。ちなみに NC 型も比較的お安く手に入れることができると思います。悪い点としてはですね、さっき MRS で言ったのと一緒なんですけど、オープンカーの宿命、雨漏りですね。これはもう仕方がないです。あと、これは性格によるんですけど、ハイパワーな NA を、求めている方には向かないですね。ハイパワーのオープンピュアスポーツカーを求めている方は、頑張ってお金を出して S2000 を購入してください。あれもあれで結構楽しいですよ。はい、というわけで、ここからですね、ランク外になった車を紹介していきたいと思います。まずランク外になってしまったやつがですね、マツダデミオスポルトになります。これはですね、結構私個人的に好きだったんですけど、どうしてもですね、フィットの圧力にはちょっと勝てないかなと思いまして、今回外させていただきました。続いて2台目が、トヨタスプリンタートレノ
BZR1.6 になります。型式は AE111 ですね、ピンゾロと呼ばれるやつです。スプリンタートレノもですね、まあ、最後のスプリンタートレノということで、発売されているんですけど、エンジンがですね 4AG です。いいですね 4AG、 あの名機 4AG ですよ。ぜひランキングに入れたかったんですけどね、ちょっと金額的に、あと中古で出てる状態的にやっぱりいい出物っていうのはもう少なくなってきてるんで、今回ランキングから外させていただきました。まあ、5年か、まあ、10年前ぐらいだったら間違いなくねランキング上位に入ってたと思います。で最後がですね日産マーチ、ニスモ S になります。これがですね意外と安いんですよ。金額的にはですねギリギリ50万に入ってる車両があったんで、まあランクに入れようかなと思ったんですけど、それ以外がですねプラス10万とか、まあ、60万70万ぐらいで、買える金額だったんで、今回ランキング外とさせていただきました。それでもですねマーチニスモ S って、まあ、現行でも出てますし、しかも現行と同じ型なんですよ。もう純粋に2014年式とか、まあ、走行距離重ねちゃった車両で、もう手放したから安く売られてるって状態だったんで、 1.5 リッタークラスの、遊べる車を探してる方は、まあ、プラス20万ぐらいすればマーチのニスモ S 買えます。これ正直かなりおすすめです。ランキングには入れられなかったんですけどね、マーチニスモ S かなりおすすめですよ。はい、というわけで今回のランキングは以上になります。皆様いかがでしたでしょうか。やっぱ NA の 1.5 リッターから2リッターランキングって多種多様、しかも特徴がめちゃくちゃあるんで本当に見ててワクワクしますね。正直ざっとリストアップした時点で実は20車種ぐらいあったんですけど、もうトップ10に削るまでかなり苦労しました。個人的にはですねこのクラスがやっぱリーズナブルで維持もしやすいんで、本当におすすめな、車が多かったと思います。まあ沼にはまりやすいのもこのクラスなんですけどね。ちなみに私がこのランキングの中であえて欲しいと言ったら、アルテッツァのジータですかね。やっぱ家族いるんで、家族持ちからしたらちょっとワゴンは引かれるなっていうところあります。独身だったらね RX-8 とか、まあ、FT をちょっと一回乗ってみたいなってありますね。ちょっとそういう癖のある車結構好きなんで、私は多分そういう選択するんじゃないかなと思います。はい、というわけで、こんな感じで今回も紹介させていただいたんですけど、今回紹介した車両はですね中古車サイトを巡って、算出した金額になります。どうしても欲しい車が、まあ、予算外であるけどどうしようかなって思ってる方はですね、フォークなど個人売買を利用すればもしかしたらもうちょっと安く買えるかもしれません。なんで中古車サイトを見て高いなと諦めるんじゃなくて、頑張って探してみてください。自分の好きな車を妥協するのがね一番辛いと思うんで、ぜひ自分の中でナンバーワンの車を手に入れて楽しく、カーライフを送っていただけたらと思います。はい、というわけで今回の動画はここまでとなります。一応ランキングのですね、テーマも募集しておりますので、よろしければコメント欄にコメントいただけたら、またちょっと楽しくランキングを作らせていただこうと思いますので、皆さんまたよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。